今回訪れたのは鹿児島市にある体育館。ここにチアリーディングの原石たちがいました。薩摩オールスターチアは2021年に鹿児島市で発足したチアリーディングクラブです。楽しくチアリーディングを学ぶ未就学児のコースから世界を目指す大会コースまであり、成長に合わせたクラスで練習に励んでいます。 SAC GO VOLCANO。 彼女たちは世界を目指すコースの選抜メンバー、ブラックボルケーノ。小学6年生から高校1年生までの12人が所属しています。これまで数々の大会に出場し、輝かしい成績を収めています。昨年10月に東京で行われた大会で2位に輝き、5月にアメリカで開催される世界大会への出場権を獲得しました。ナンバー175、サクマオールスターチア、ブラックボルケーノ。まさか自分たちがその世界大会に出場できるということを思ってなかったので、驚きと、あとは何より嬉しかったです。近くで支えてくれるコーチだったり保護者がいてくれたおかげだと思います。もう一番はもう本当に嬉しくて、もうみんな嬉し泣きしてみたいな感じで。チアリーディングはタイムを競ったり1対1で戦ったりするスポーツとは異なり、チームでいかに観客を魅了し引きつけることができるかを競う採点競技です。他のスポーツを応援することから始まったチアリーディングの特色を生かし、掛け声や特殊なジャンプ、組体操の技などで2分30秒の演技を構成します。息の合った動きを見せる選手たち、普段どんなことを意識して練習しているのでしょうか。一つ一つの動きを揃えるためにカウントをみんなでかけたり、あとは最後まで笑顔で頑張る。生活している笑顔と演技をしている笑顔はを別にしていて、なんか演技だとなんか普通の笑いをしていると目立たなかったりとかするので、演技中はしっかり口を開けて、あと目を開いて笑っています。チアリーディングに必要な要素の一つが笑顔。競技会では技の正確性や完成度、演技が揃っているかなどを審査しますが、笑顔も採点の項目に含まれています。見ている人に元気を届ける、まさに笑顔の真剣勝負なんです。今まで出てきた大会でも、その審査員の方々に元気があるっていう、インパクトがあるっていうのをよく言われてて、元気よさっていうのが私たちのチームの良いところだと思ってます。他のチームに負けない笑顔が強みのブラックボルケーノ。笑顔の他にも演技で特に力を入れている技があります。それがこちらのピラミッド。複数人で組体操のように人を乗せる技、スタンツがつながった大技です。下位置のメンバーがしっかり支え、上に乗るメンバーもバランスを取りながら演技をするとても難易度の高い技です。一つミスがあると崩れる可能性があります。成功するかどうかが試合の結果を大きく左右するため、チームワークが問われます。この日はなかなかタイミングが合いません。演技が終わるたびに撮影した映像で動きを確認し、選手同士で位置やタイミング、改善点を話し合います。
大技を成功させる裏には地道な練習の積み重ねがありました。実際の演技がこちら。見事ピラミッドが成功しました。やっぱり練習とかきつくて大変な時もすごいあるんですけど、でもその一人でやる競技じゃなくて仲間チームメイトがいて成り立ってる競技なので、練習の時もみんなの仲の良さっていうのがすごい演技にも出てきてるのがその元気な秘訣だと思ってます。体力が消耗する中、チームワークと集中力を持続させて 100% の演技を目指します。声を掛け合い、お互いを励まし合いながらチームワークを高めてきたブラックボルケーノ。世界大会でもその抜群の笑顔と技を生かした演技が期待されます。世界の舞台での目標を話してくれました。演技はノーミスで最後まで笑顔で全力でやりきることが目標です。ノーミスで演技をして最後まで笑顔で頑張りたいです。